日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日は雑談について。雑談。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日もコーヒーを飲んでいますね。朝はコーヒー、ね、これが僕のルーティンです、ね、これが僕の習慣です。今日は雑談について話したいと思います。雑談、ね、何のことでしょう。雑談、ね、雑談というのはスモールチャットのことですね。スモールトークとかね。スモールトークですよね。スモールチャットと言わないかな。チャットですね。とにかく、まあ普通の小さい話です。小さい話、日本語では小さい話と言わないですね。日本語では、まあ、些細な話って言いますね。些細な話。些細なというのは、まあ、何でもないっていう意味ですね。あの、大事ではないということです、ね、雑談。まあ、雑談というと、ね、今僕が言ったように大事じゃない、大事な話じゃないと言いましたね。でも僕はですね、雑談は結構大事だと思うんですね。なぜかというと、雑談を通して、ね、人と人はコミュニケーションが取れます、ね、例えば僕が友達に会って、おい最近どう、元気、ね、友やどう、例えばさ、風邪とかひいてないとかね、風邪ひいてない、大丈夫、元気、奥さん元気、子供元気、子供元気、奥さん元気、お父さん元気、お母さん元気、ね、仕事どう、最近何食べた、最近おいしいラーメン食べた、ね、最近どんな音楽聴いてる、最近いいアルバムあった、新しいアーティストを見つけたとかね、 Spotify のおすすめのプレイリストあるとかね、まあとにかく何でもいいんです。これは全て雑談ですね。仕事の話じゃない、ね、ミーティングじゃない、ネゴシエーションじゃない。だけどこの雑談はね、やっぱり大事ですよ。皆さんにとって、皆さん日本語を勉強してますね。で、雑談ができるようになってください、ね、雑談ができる、日本語でたくさんの雑談ができるようになってください。そのためには日本語コンテッペイを聞くのが一番ですね。日本語コンテッペイでは雑談ばかりしています、ね、毎回毎回、ね、毎日毎日、まあこういうねトピックですよね。何を食べましたかとか、何を飲んでますかとか、元気ですか、僕は元気ですよ、ね、でこの雑談が一番大事だと僕は思います。雑談できる力、ね、雑談力、ね、それを身につけてください。たくさん雑談がしたい人は、iTalki、てっぺい先生というふうに、サーチすれば、僕とね、僕のレッスンの、詳細ディテールが出てくるので、ぜひぜひ僕と一緒にたくさんの雑談をしましょう。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。